手名野傘というのは1960年代に爆発的にヒットした番組だったわけですけども最初からヒットするということは分かっていたわけでもないしヒットした時でも来週どうなるか毎週毎週心配しながら作っていましたからそういう意味では常にヒットしている番組だっていうことを意識しだしたのはもう数年経ってからなんですね。で 今あのマーチャンダイズという考え方がありますテレビの人気番組には必ずそういうものがくっついて、えー、レコード化されたり映像化されたり、えー、キャラクターがそのままグッズになったりですねいろんなものがあ世の中へ出ていくわけですね例えば「タイガー・ドラマ」っていうのは「まんじゅうができてしまう」「名物まんじゅうができてしまう」というタイトルをつけたまんじゅうができてしまう。それは決してあの 番組を作っている方に収入にならないわけではなくてそれが権利として売れる時代になってきたしかしテナモヤやサンドガサをやってた昭和30年代の後半1960年代にはそういう考え方は全くありませんでした私がマ、えー、まあ、チャンダイズという言葉を覚えたのは私がちょうどアメリカがカラー化してテナモヤやサンドガサの3年目ぐらいの時に高、えー、視聴率がまあ高い あ続いていたのでご褒美にアメリカのテレビ事情を視察してこいという話がありまして取りだめをしてよう有約2週間だけアメリカのテレビ事情を見に行ったことがありますアメリカはちょうどカラー化の真っ最中で大きなスタジオ行きますと使っていない 白黒のカメラがずらっと何百台もあのなら置いててあるんでですすねねそれを見て羨ましかったです、ね、私の方なんかはカメラ3台ペデスタのついた重いカメラが3台しかなくて、えー、今のように小さなカメラが何台もあるっていうのは時代じゃありません3台しかなくて、えー、それをやりくりしてスタジオからスタジオへ移しながらやったりしたこともありました。 でそういうことで非常にうらやましいアメリカの状況を見たときに CBS の本社へ行きまして案内してもらったときにある部屋にマイ・フェア・レディ当時アメリカで評判でヒットして日本でもヒットしました踊りヒップバンのマイ・フェア・レディの大きなヒップバーンの人形が置いてあるんですね。そそしてそこにドレス ウェディングドレスのようなものとかいろんなハンカチであるとかいろんなものがいっぱい展示してあるこれは何ですかって聞いたらこれはマーチャンダイズなんだと CBS が MyFLD のマーチャンダイズの権利をもらってつまり映画の権利を取って映画のマーチャンダイズだけの権利を取ってその商品を作って売ってるんだとこれは新しいビジネスだっていうのを聞いたんですねその時にはっと私はそうだ手の名前屋サンド傘をひょっとすればマーチャンダイズとして、えー 考えてやれば別の収入があるんではないいかというふうに考えたんですねで帰ってきていろんな報告するときにそのアメリカでは今マーチャンダイズという考え方がありますということを報告したそしたらナ並ぶ役員の中から、まあ、そんなことを考えずにテレビの番組を一生懸命視聴率を上げることだけ考えてたら君はいいんだって言われてあ、まあ、そういうもんだなと思っておったところが間、ま、もなく毎日放送で。 仮面ライダーというのは大ヒットしましてその仮面ライダーのマーチャンダイズをやるっていうんでそのキャラクターの人形を作ったりいろんなものがお金になるっていうんで大変な話題になりました非常に私その時悔しい思いしましたせっかく手玉屋さんとかさで別の儲けができたのに全くそれを会社は失ってしまったんだと思ったそういう悔しい思いがあるんでマーチャンダイズっていうことに対しては非常に興味があるんですけども実はなぜそういうそこにピンときたかといいますと、うんえー、昭和 37年にスタートして最初の正月の時に私は、えー、なんとかその視聴率を上げるためにスポンサーに話してですねスポンサーの商品を売っている小売店で、えー、テナも屋のすごろくを作るんでそのすごろくをうまく商売に使ってくれませんかとお願いに行ったんですねこれがその「テナも屋道中すごろく」というものですね。 でこれはどういうことに使ったかといいますと前田製品ご愛用サービスということでこうして店頭にスピードくじがありましてここにテナモンや人形というのとそれからこのすごろくつまり抽選でこちらが出たらこうこちらが出たらこうって二者択一になってましてすごろくを差し上げますということですごろくを皆さんに配ってくれるという。 こことがあったんんでですすねねれはあのサービスなんです、ね、決してこれをお金にするっていうんではなくてこれを商品販売のおまけにすると景品にする、えー、グリコのおまけじゃありませんけどもおまけという考え方は当然あったわけですね。しかしかそれが マーチャンダイズとして商品としてお金になるという考え方は全くその当時はなかったんだと思いますね。で当時の前田製菓の商品というのは後ろに広告が載ってますけれども前田のランチクラッカーというのはメインの商品にあと前田のクリケットというのとバタークラッカーというのがありました。そのの広告がこの後ろにに載っててるわけけですけれどももししばらくして視聴率が非常にもう 安定した 30%40% が当たり前という時代になった時に前田製菓の方から提案がありまして、えー、テナモンやクラッカーというのを そうじゃなないかという話になったんですねこれも実は私はこの頃にに手名前のお菓子手名前と使ったお菓子作ってくれませんかという採算あ再三あの前田製菓の専務に申し上げたら専務いやーそれ商品という名前はネーミングは前田製菓のもんだってテ名もヤ屋という名前をつけるわけにいかん」とおっしゃってたんですけどもあまりの視聴率の高さにテ名もヤこういうクラッカーというものを作ったわけですこれは中身は普通のクラッカーと一緒なんですけどもこういうクラッカーというものを作りました。 えそれでそのほかにこれは2人のキャラクターが載ってるんですけども裏にえデザインが変わるごとに「手ナもや数え歌」っていうのを番組の中でも放送してたんですけども「手ナもや数え歌」の1番から10番まであるということはこれ10通りのパッケージを作ったわけですね。えー、手もやコンビとそれから、えー 藤田誠さんの安価家時次郎と白木稔さんの「珍念」をキャラクターにしたあのものをこれだけ作ったんですねで十何種類の商品を作って出してまあ,あ僕としてはあのそれが売れてくれたらいいなと思ったんですけども。 対してそんなに商品とテレビの番組はリンクしてなくてそんなに売れて売れてもう本当にありがとうって言われた覚えがありませんから、えー、実際統計は取ったわけじゃありませんけどもこれもそんなに何年も続いた商品ではないんでまあ私はいろいろ言うもんだから、えー、前田製菓の「 宣伝担当の専務さんは、まあ、仕方がなく、作ってみようかって、作ってみたけども、まあ、大して影響なかったと。やっぱりランチクラッカーが売れたぞっていう話が、当然、その頃あったわけで、え、そういうような思い出があります。なかなか、その、商品とテレビの宣伝とか、宣伝の中身とがなかなかリンクしないという時代でありました。それでも、へこたれずに、私はいろんな提案の中で、いろんなことをしました。あの、日の丸文庫という、大阪で珍しい漫画の出版社がありました。今のように、漫画ブームではない頃です。 それから漫画の単行本がこんなに売れる時代ではなかったんですけれどもその時に日の丸文庫というまああのその文庫には大変今でも活躍している漫画家がたくさん輩出した、えー、まあ名物の社長でしたけれどもその日の丸文庫の社長が突然私のところへ行きまして寺屋さんとかそうぜひ漫画家したいっていう話がありました。で 新人だけどもいい漫画を描く人がいるって紹介されたのは水嶋真さんこの水島新二さんという方は今でも「ドカベン」とか「阿ブさん」とかシリーズもたくさん描いてるもう漫画界の巨,巨匠なんですけどもその方が新人の時に「手名前三度傘」のシ,シリーズを漫画化した。 これれれも売売たかかない,というか私は知りませんけれどもでも私は非常に漫画が好きでしたから本当に嬉しいと思いました。で東京から「仲良し」という雑誌の編集者が来まして、えー、その「てなもん屋」を漫画家にした付録につけたいとこういう話がありましたで、こういう付録がですね山根赤鬼という方があまあ書かれた漫画ですけれども当時山根赤鬼さんは大変若手で人気のあった 漫画家でした、えー、彼がこういういいう漫画を描いてこれは当然あの番組の中に出てくるキャラクターの漫画とのキャラクターとは違うんですけれども、まあ、こうして別の媒体で一人歩きし出せたという記念すべき時であったわけです。で私は漫画が好きなもんですからあの番組のタイトルにはみんな漫画を使っておりました。 紙芝居の一個1枚ずつ引き抜く漫画を書いてもらって毎週毎週まあ漫画でタイトルを作ってたわけですけども漫画が好きなもんですから漫画の「少年ジャンプ」だとか「少年サンデなど一生懸命読んでおりましたでその中でえ面白かった赤塚不二夫さんの漫画のギャグで「イヤミ」っていうのが「シェー」っていうのをやってるのをこうしてあのテレビの中で使ったらその漫画の雑誌が 取材にきましてシェイをやってくださいっつってシェイを二人にやらして、えー、つまり、えー、テレビを間に挟んでその赤塚不二雄さんとエールの交換をしてたわけですねで赤塚不二雄さんも毎週毎週手名もやさん,さんを見てくれてその自分の漫画の中に手名もやのことが出てくるんですね陳年が出てきたりすするわけで,すでそういう面白さというのは僕はあのひそかに楽しんでやっておりました。それからもっと後に、えー、こういうい ノートみたいなことを出したいとか、あの定規を出したいとか、コンパスを出したいとか、いろんなことを言ってきた会社がありましたけど。まあ、商品になったのは、この二つ、あの。塗り絵付きの手なもやさんとか、そのノートですね。これも売れたかどうかわかりませんけども、えー、出ました。で、こういうものも。 作って私のとこへサンプルこうして持ってきたものがずかに残ってるだけなんですけどもこれをテレビでプレゼントするとかそういうことにはするとこのメーカーの宣伝をすることになりますから当然そういうのはできない。ということでこれは私がただにサンプルしてもらっただけで記念しておいてあるだけであとどれぐらい売れたものかそれがどうなったのかまたそれを報告もなかったしむしろ こういうものになるということが非常に嬉しかった時代だったと思いますね。これは単に私がズムラしてほったらかしていたって言ってなくても放送というものは自分たちが広告媒体なんだからそのスポンサーの商品を広告するためにあるんであって自分のその番組を売ると、何し社番組が売れてお金になるとそんな発想は全くなかったと思います。で、このそのシートというのが出ました。 この『寺マ屋さんながそ』のそのシートを出したいということで当時そのシートっていうものが新しかったってことがありますけどこ,のこういうペラペラのこう,いうこういうこれがレコードなんですねこういうペラペラのこのそのシートがちゃんとテーマを聞かしてくれるっていうこと自身が新しかったと思いますけどもその新しいそのシートにこうして『寺マ屋さんながそ』をやってくれてこれは再放送とちゃんと契約をしてな。 どういうい契約か、私は知りませんけどそういう担当のところであのレ,コレコードですから音ですから作曲家と作詞家と相談してやったんで私は演出してるわけですからこういうパッケージとか中の文章にはあ いろいろとアイディアを出したけれども別にこれでこれが売れたからいくらか印税が入ってきたという記憶は全くありませんでしたですから私たちはもう番組を一生懸命作る番組の宣伝になればいいと思ってやってたわけですねその後に映画がされるという話ありましたその映画化の場合は朝日放送と東映等が契約をするないしは朝日放送と東宝が契約するということで 映画を映画制作について原作の許可をするということで、えー、作者そしてその 出演者主演者である藤田誠さん白木みのさんには映画としての出演料の契約があるんですけれども別に演出家とは関係ないわけですね浅井放送にもあの時に映画化されたからいくらかのお金を原作として払うという考え方はなかったと思いますね契約書を見てもどこにも金額が書いてありませんということは浅井放送は映画化権をあの承認すると いいう形で承認していてそれがまあ作品となった時に番組の PR になるということであくまでもテレビの媒体で放送されるものは宣伝してスポンサーに還元していくという考え方まだステーションイメージを上げるという考え方すらなかったような時代だったと思いますね。 えそういうそのメディアの値打ちの変化そういうものがここにある手の間屋さんの朝一つ考えても現れていると思いますねで最近ですけどもインターネットで見てますと綿子のコレクションっていうのが非常にあのきれいにあのコレクションの中身が出てましてその中にずっと見てますと私なんか子供の時に見た懐かしい絵の剣ロッパー金五郎という綿子もありましたそれからバンツマーの影帽子とかそれから、えー、短毛さん ゼンダとかですね嵐感じるの鞍馬天狗とかそういう面子もたくさんあってこれは懐かしいものがあったんですけどずっと見ていきますと「バント・ハンド・デッチドン」があるあっと思ってたら手の前さんとかさがありました手の前さんとかさがあるのかなと思って探したらありましたありました、えー、藤田誠さんの「あんかけの時次郎」とそれから陳年の「沈念」の面子の中に生きてました。 でそのコレクションの中に数枚ありました。ま数枚しかなかったんですけども、非常に嬉しい思いをしました。もこんなものはその会社が許可するとかそういうことじゃなくて、一種の人気のバロメーターっていうんですか。下町の子どもたちの楽しみの楽しみの中にテレビの主人公が活躍してる。 映画の主人公に混じって活躍しているという嬉しさみたいなことがあったんで今インターネットを見てそのめんこのコレクションのを新しく変わるためにもっと新しい手の前三郎さんのがなかろうかと思って探しておりますちなみに私がもう一い,いやってましたラ中社員のめんこもありました中田大丸ラケットさんのめんこがあったり宮古町長さんの社長のめんこもありましたこれを発見した時にはもう本当に嬉しくて嬉しくてもう何度も何度もインターネット画面を見たもんです。 えーまあ、そんなマーチャンダイズの歴史の変革が手直屋さんとかさともにあったような気がします。